はい。じゃあそのまま指さしもください。はい、こんにちは。ありがとうございます。お後ろください。はい。はい。ありがとうございます。ちょっとお願いします。はい。ありがとうございます。ハートを作っていただいていいですか？はい。いいですね。じゃあ、触れてください、最後に。はい。じゃあ、ちょっと体振っていただいていいですか？はい。ありがとうございます。ハートマスクをまた、こんにちは。お願いします。もうちょっと手下げれますかね。なんか、そうですね。やっぱ、ゆずっていう名前もありますし、とにかく、まあ、寒いところで温泉に入って、さっき言ったみたいにリアルなゆず風呂を表現したいっていう思いもあったので、今回北海道にしようと思いましたし、単純に私が行きたいという気持ちもあったので、選ばさせていただきました。はい、この、こっち側のページですね。私から右側なので、皆さんからは左側のページになってます。私の名前がゆずなんですけど、なんかこのカットを見たときに、あ、リアルなゆず風呂だなと思ったので、このカットを見たときに、あ、もうこれが一番好きだと思いました。はい、もう今回はその19歳と20歳の間でしか出せない私なりの大人をたくさん詰め込んだんですけど、もう今の私の等身大をたくさん載せていただいてます。でもやっぱ昔から私のことを応援してくださってるファンの方にはやっぱその私もエナリフォーテイテに加入して7年目なんですけど、やっぱずっとなかなか選抜にも入れなくって、で今回こうしてグラビア解禁して本当にたくさんの方に見ていただけたんですけど、やっぱ昔から私のことを支えてくださってるファンの方には、いっぱい見ていただけたらいいなと思ってます。でもすごい裏話になっちゃうんですけど、本当に雪がすごくて、で結構滑りやすい場所も多かったんですけど、私が皆さんに滑らないでくださいねって言った直後に自分が滑ったっていうエピソードがあって、それが私の中で一番残ってます。毎日筋トレしたりとか腹筋したりとかで、結構いろんな方にくびれが綺麗って言っていただけるんですけど、くびれをもう今以上にもっと綺麗にできるように、そうですね、 YouTube 見てその一番再生回数の多い筋トレを見て、はい、挑みましたし、あともう毎日マッサージしたりとか半身浴したりしてました。今回この美しい果実なんですけど、そうですね、私の名前にゆずっていう字が入ってるんですけど、このゆずの果実を見てたくさんの方にうっとりしていただけたらいいなと思い、このタイトルになりました。もうとにかくいろんな私が詰まっていて、なんか自分で言うのもあれなんですけど、なんか見てて飽きないというか、あ、なんかさっきまでこんな笑顔やったのに次のページ行ったらこんな大人っぽい表情してたんやっていう、自分であんま気づかなかった表情とかもあったので、すごく満足してます。はい、コーンバターの味噌ラーメンを人生で初めて食べました。いかがでした？そうですね、なんか気にはなってたんですけど、どんな味なのかなって気にはなってたんですけど、とにかく美味しくて、でもポカポカして、すごくもう一回食べたいなって思います。でも成人が引き下げで18歳からになったんですけど、でもやっぱりまだ19歳は私の中でまだまだ子供だなと思っていて、19歳と20歳ってすごい壁があるというか、なんで20歳になるとやっぱ全て自分の責任になるので、でもやっぱそういう責任感を持ってこれからも活動していきたいなと